今回はモサクト的コケテラリウムに向かないコケをご紹介します。はじめに砂コケです。単純にうまく育たないんですよね。なぜ育たないかというと主に2点、日光と湿度です。砂コケは日光が当たるコンクリートや砂利の上に生えていることが多いです。直射日光がしっかり当たる場所に生えて、なおかつ通気性も良い場所です。コケテラリウム内の環境は LED でライトアップしているとはいえ、 LED との距離にもよりますが、晴れの日に比べると20倍ぐらい違いますし、ガラス容器の中は高湿度になりがちです。これでは生育環境と違いすぎてうまく育たないのも納得です。同じような場所に生えるコケでおなじみの銀コケや細売りコケもいて、このコケたちも同様にコケテラリウムでうまく育てようとするとかなりの工夫が必要になると思います。続いては杉コケです。杉コケの場合は砂コケほどではないにしても、そこそこ日光の当たる場所に生えているほか、背丈がとても大きいことに加えて、個人的に栄養が結構必要なんじゃないかなと思っているため選びました。だいたい馬杉コケかたまに大杉コケがコケ庭で使われているのですが、大きさは15センチ以上になるものもいます。ガラスの中で育てるのは手狭かもしれないですね。栄養の話なんですが、僕が杉コケをよく見ていた場所はお茶畑なんです。お茶の木から美味しい茶葉を取るためには窒素肥料を結構使うらしいんですが、そのお茶の木は撒いた窒素の 50% 程度しか吸収しないそうです。では残った栄養はどこにって話なのですが、雑草や杉ゴケをはじめとした部外者たちがいただいているんじゃないかなと思っています。コケっていうのは栄養が多すぎると枯れてしまう種類が多いのですが、杉ゴケは例外かもしれません。ということで、他のコケと同居できない難しさを考慮して選出しました。続いては安出コケです。選出理由はとにかく地味ということです。写真は空安出コケで赤っぽい色をしているので特に地味です。時期によっては緑っぽくなっていたり、緑の種類もいるのですが、基本的には木の幹や枝にベタっと生えています。顕微鏡で見ると面白い構造をしているのですが、肉眼では分かりにくいですし、面白い構造は木の幹側なので、それをルーペで楽しむこともできません。さらに木の幹に入るということで、そのままコケテラリウム内で環境を再現しようとするとカビが生えやすくなってしまいます。一度カビが生えてしまうとなかなか取り除けませんし、一度いなくなってもまた生えてきたりしてとても厄介です。ということで、育てている時の楽しさやカビ対策の面倒くささを考慮して選出しました。続いては鳳凰コケです。実は結構コケテラリウムで使われているコケで、葉っぱの並びはとても綺麗なので見応えもテラリウム映えもします。ではなぜ選んだかというと、こちらをご覧ください。この写真は一面に鳳凰コケが写っているのですが、成長するとどす黒い緑色で不気味な雰囲気があります。新芽の頃はいいんですが、こうなってしまうと見栄えも悪くなってしまいます。さらにコケテラリウムでは他のコケと同じように突き刺して植え込んでいるものも多く見られるのですが、実際には岩の側面に下向きに垂れるように成長していきます。これをガラス容器の中で再現しようとすると結構なテクニックが必要なんじゃないかなと思います。ただコケ自体はとっても綺麗なので、再現できるととても個性的で楽しいテラリウムになるとは思いますが、難易度を考えて選出しました。次はゼニゴケです。コケ好きには愛されているのですが、園芸界では少々肩身の狭いコケです。写真は双羽ゼニゴケというよく嫌われるゼニゴケとは違う種類なのですが、よく見ると結構綺麗ですよね。で、何が問題かというと、他のコケを飲み込んでしまうほどの繁殖力の強さです。ゼニゴケは無精芽と呼ばれるクローンをとても多く作ります。コケテラリウムの環境で苦戦している他のコケを尻目にガンガン育っていくことも多く、気づけばゼニゴケパラダイスとなっていることもあります。それはそれでいいテラリウムになりそうですが、いろんなコケを一緒に育てたい場合は少々厄介ですよね。うまくコントロールしてあげればコケテラリウムのワンポイントになって他と差別化できるかもしれませんね。最後はカビゴケです。カビゴケは葉っぱの上に生えるカビのような小さなコケです。選出理由は生育環境の再現性が難しいこと、小さすぎて見えないということです。あとちょっと臭いです。独特の匂いのするカビゴケは実は準絶滅危惧種に指定されていて、
もうそれだけでコケテラリウムでわざわざ育てる必要もないのですが、それに加えて生育環境の再現が難しいということが挙げられます。渓流沿いの日の入らない常に湿度が高く風通しの良い場所にしか生えず、しかも葉っぱの上と来ています。こんな環境ってほとんどのコケが好きなので、正直コケテラリウム内で再現したいとめちゃくちゃ思ってるんですけれども、到底僕にはできません。カビゴケが生える環境を再現できる腕前の人はどんなコケでも育て上げてしまうのではないかなと思います。貴重であること、理想ともいえる生育環境の再現性の難しさから選ばせていただきました。これらのコケたちはコケテラリウムには向かないと個人的に思うのですが、逆に言うと使いこなすとかっこいいコケでもあります。こんなコケに挑戦したけど失敗したなど、コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。